実力スパルのナンバーワンのニューと言います。こちらの方の試合ですけど、ガチあさりで、負け試合になった試合を、一番成績悪い人をコーチングしたいと思います。まあ、負けやか、まあ、ガチで、成績悪かったら分かんないですけど、コーチングしたいと思います。フレンドのトンカツさんなんですけど、たまに、見かけてよくやってるんですけど、動きは悪くないですね。まあ、アサリを一生懸命拾って、今、潜伏ですね、様子見て。あ、これはルール関与でしっかりと、ラグビーを決めて、ありしましたね。今のところ全く問題ないですね。素晴らしいプレーだと思います。まあ、このステージはボールドは、ウルトラハンコは有利かもしれないんですけど、ボールド自体は有利ではないので、本当に見極めないと力負けするので大変だと思います。基本コンブはやっぱりシューターがやや不利なので、本当に実力しないと、いい成績残せないので、今のはツッコミがいいですね。ボルダーも突っ込んでなんぼですから、突っ込まないでいい成績が残せないので、もうやられようが何だろうが突っ込むしかないので、このウルトラハンコが決まんないときついですよね。ボルダーはやっぱりだいぶ手前の方の角あたり、右端から使った方が良かったかもしれないですね。相手見えてから、まあ、見えてから使うのがセオリーとは言われてますけど、ウルトラハンコの場合は、ちょっと早めに使った方がいいかもしれないですね。やられる可能性がちょっと高いので。出始めの発動直後が弱点の可能性あるので。この潜伏は読みが外れましたね。いれば先手取ろうというところを。潜伏と今のウルトラハンコの不発ですね。負けやではないですね。やっぱ読み間違いですね。まあ、勘がちょっと、いまいち。これは武器相性というか、シールドとのボルドの相性でしたね。もうシールドあったらもう相手せず違うところで行った方がいいですね。自分のアドバイスだったら、もうシールドは相手はもう強いので、基本は相手しない方がいいですね。ボールドは、シールドは相性悪いので。ここは果敢に裏で前行った方がいいですよね。ここが1でも、いやー、今のは取ってほしかったですね、戻るより。取れたんじゃないかなと思いますけど。今のがやっぱり成績の不本意の理由じゃないですかね。潜伏の、あれは、この辺りも、6しか取れてないので、これもちょっと無駄な潜伏なような感じがしますね。馬の問題ですね、今のは。正直言うと、相手が、今回の試合はゴールドプレートは、ね、多分いなかったと思いますけど、ゴールドプレートが相手にいた場合は、もう押してくるので、守った方がいいので、ああやってカモンカモンって言われても多分来ないので、見極めた方がいいですね。勝ち試合はもう、じゃんじゃんと、前来い前来いとはいいんですけど、接戦とか、もう押されてるなと思ったら、カモンは前線ではしない方がいいですね。立ちんぼがたくさんいすぎて、もう、攻めれるっていう時のみはもう、じゃんじゃんとしていいですけどね。自分ジェットなので、やっぱり仲間と一緒に動いてくれた方がありがたかったですね、やっぱり。
今のはお見事ですね。意地でも追いつくぞという意気込みで決めたのでは。まあ今回はまあ、読み間違いではないかなと思いますね。次も、負けた試合のコーチングをしたいと思いますので、できるだけ専念して、スバルトの方を応援していきたいなと思ってるんで、どうかよろしくお願いします。